一息つこうか。さあ行きましょう。やっと着いたよ。さあ行きましょう。さあて一日の始まりだ。おはようございます。今日も頑張りましょう。おっとと見つかっちゃったか。スマンを守るですもん。崩れろ。リグルアイ忍者。いい感じです。もう私たちなら持ってやれる。そうもやうな。ハッカーじゃがーグラッケッナイトナイトハッだよ。俺にやらせて。この調子でいきましょう。決める。フレイムドリノバウン。ハッカーいいね。これながら最高の踏み込み。このまま突っ走ろう。おっとと見つかっちゃったか。やっ崩れろ。相手は花です。転べ。ドリル。この調子でいきましょう。私も同じ気持ちだよ。だよね。痛いもん。やっやっあれもうかさご主人を守るですもん。はっいただきいいのだよ。はっ任せとせって。崩れろ。この調子でいきましょう。いいね。私も同じ気持ちだよ。オッケー任せた。クレイムノバウン。私の力をすべてはっ使いください。やナイスも。私たちの力を見せてやろう。バッシュ。お願いします。いいね。ジャガーウェイブ。いいね。ももも。いいじゃん。ももも。ヒーリングハイロー。バッシュ。はっ勝った。ダブルスピンエッジ。はっジャガーグラッチ。今です。回復しましょう。さあやっとやろうじゃない。もそいつを待ってた。はっやっいいね。勝った。崩れろ。バッシュ。お願いします。オッケー待ってました。プロミネーズのあいつビバルタークですもん。いいね。もう大丈夫ですか。サンキュー。ナイスも。はっ攻撃準備完了。今です。勝った。回復しました。ダブルスピンエッジ。イーグルアイ。はっイーグルアイ。いいね。ドリルパワーチャージやったぜ。追いなさい。アクアウェーブ。勝った。ダブルスピンエッジ。そのまま忍者どうはっバッシュ。はっぐるぐるーやっはっイーグルアイ。崩れろ。スティーブレイドリル。はっ急いだ。グラッチ。そうだおっバッシュ。はっヒーリングハイロー。勝った。痛いもん。ダブルスピンエッジ。痛いただもん。
パワーチャージ急いで決めましょう。お願い。はじかれた。これでどうです。はじめぬぬぬぬぬこれにやって。マッスルに喜びが満ちる。さあ、いつも通り行こう。お嬢さん、前に出過ぎないようにしてください。花ばりやーやっとな。やってやろうじゃない。今なら襲わせたぞ。見つかった。オーケー、やってやろう。いたいたなのリア。やっ、ジャガーはくらって。いい感じです。ダブルスピンエージ私の相手は花です。リーグ配慮。ほらでいけるも。はっ、いたるか。はっ、花ありがとうございます。バッシュアレイジ。いいじゃん。ダブルスピンエージ。すいません、イーグルアイに転べない。炎よ、お願い。お任せください。草花は心を癒してくれますね。私の得意分野です。きっと良いものです。到着。やりましたね。
おっとと、見つかっちゃったか。花バリア。もう、花、ありがとう。くぐろ、ドリル。よし、いい感じ。この調子でいきましょう。ほらもう、あたしも同じ気持ちだよ。面白くなってきた。くるくるー、ほん、勝ったー。じゃあ、くぐらっけ。ナイスも、花バリア。ダブルスピン。いい感じ。みなさん、もっとだね。あたしたち、もっといる。待ってました。そのまま。私の力をすべて使ってください。いい感じ。今です。回復しましょう。もっともっと、お願い。で決めます。勝った。アクアウェイヤー。ドリル、ドリル、ミーエイチ、イーグルアイ、はっ、ナイスも、ヒーリング入ろう。そうだ、バッシュ。ぐるぐる、勝った。くぐれろ、スティーボーブレイ。ころがい、ダイヤル、炎よ、私の剣となれ。武器を振るなんてひどいもん。当たったらどうするもん。結果オーライだったからいいじゃん。それに空は小さいから絶対当たらないって。あんまり人のこと言えないんじゃないかな。清らかなる水の力よ。
この調子で行きましょう。急いで拾いましょう。ダブルスピンエッジ、攻撃準備完了。やりなさい。ももも、それだけです。勝った。いいじゃん。主人を見や、崩れろ。アンカーソット、僕がサポートだ。回復しましょう。少しの力をつける。使いください。私たちの力見せてやろうよ。待ってました。ももも、レイメッコノバイ、いや勝った。いいね、グラッティ。今です、回復しましょう。ダイソーヒーリングファイル、ビーグルアイバッシュ。これで決めます。フラウェイ、どこ行くでしょう。いいね、最高だもん。ダブルスピンエッジ、ソードバッシュ、勝った。もうグラディア、急いで拾いましょう。ありがとう。いや、ナイスも。ダブルスピンエッジ、いけるも。攻撃準備完了。アンカーショット、決めます。アクアウェイブ、パワーチャージ。では花です。そうだ、バッシュ。取るも、オッケー。かっこいいとこ見せるも。花の力を伸ばす。花バリア、いや、もう危なサポートだもん。引退だろうか。ダブルスピンエッジ、お前の相手は花です。崩れろ。イーグルアイ、グルグルで拾いましょう。いや、今すっげーお宝拾っちゃったよ。見たいな、見たい。はいはい、後でね。たく、ほんと子供なんだから。先手必勝、一気に行くよ。お嬢さん、皆さんの体力に気を配ってください。準備できてる。ナイス。わっ、やっ、わっといたぞ。そいつを待ってた。いたいた、やっ、やっ。今です、回復しましょう。はっ、もう、もう、指示を。はっ、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 ありがとう。今です、回復しましょう。もう、ナイスも。だね、ご主人を守る。ご主人が入るの、ありがとうだ。バッチッ、ご主人が入るの。ダメスピンエージ、勝った。アクアウェイブ、いいじゃん。清らかなる水の力よ。そっちがその気ならやってやるよ。トラの亡骸はトリゴの町に届けてほしいもん。おぎゅ、もう行ったです。もおっとと、見つかっちゃったか。
到着。さあ行きましょう。ですもん。そっちがその気ならやってやるよ。到着。やりましたね。お茶の子さいさいだもん。ざっとこんなもんだよ。日々鍛錬の成果だな。私の得意分野です。おっとと、見つかっちゃったか。あのバリアー、くぐる。イーグルアイ、コロリッシャー。いい感じです。私たちならもっとやれる。やっやっ、じゃがーん。俺にやらせて。オッケー、任せた。はーっ、ギリングハイロー。調子でいきましょう。もっと、私たちならもっとやれる。ダブルスミッチ、キーフレイム。
私の力を全て使いください。面白くなってやりなさい。アクアウェイブ、そうだわ、バッシュ、あなただよ、カッカー、ヤッヤッ、ビーグライン、ヤッヤッ、キーングハイロー、重くなサポートだった、そうだわ、バッシュ、崩れろ、ハッキー、カッカー、今スパッシュしましょう、グラッキー、主人は忍者、グングン、ドリル、そうだわ、バッシュ、ヤッ、攻撃準備完了、決めます、モフモフなサポートだね、ぐるぐる、崩れろ、崩れろ、イーグルアイ、ダブルスピンエッジ、このバリア、ヒーリングハイロー、モフモフなサポートだもん、そうだ、バッシュ、ぐるぐる、勝った、ダブルスピンエッジ、ぐるぐる、ドリル、やっ、今バッシュ回復しました、勝った、指示をお願いします、ヒーリングハイロー、大丈夫、よし、ありがとう、決める、フレイム崩れろ、ノマ、勝った、いいね、やっ、パワー、決めます、アクアウェイブ、ドリル、バッシュ、準備できてる、今なら鬼落ちだもん、 OK、 やってやろう、お任せください。私の得意分野です。スペルビアとの海戦の噂、いよいよ本当かもしれませんね。ここんところ軍備を拡張していたからな、戦艦の数も増えている。それにしてもヘンテコな形の船ですもん。むやみにアルスを改造することなく兵器として運用する、自然主義のインビディアの特徴だな。紹介でもたくさんのインビディア船を見たけど、スペルビアとは運用思想が真逆なんだよね。だからこそ争いも起こりやすいというわけですね。昔から犬猿の仲じゃったからの。はためにはスペルビアの方が印象悪いよね。ゴテゴテ機械をくっつけちゃってさ。はためにはな。じゃが当の本人は意に介しておらんじゃろ。あんだけ痛そうな改造されても。アルスは人と共にある、そういうもんじゃからな。
はあ、わしなんて背中に小屋を建てられたり尻にクレーンを刺されたり七輪を焚かれたりしても文句一つ言ったことがないぞ。七輪は喜んでたじゃないか。うん、あれは気持ちが良かったの。またやってくれんかの。今やったらアルスの丸焼きになっちゃうよ。確かに。きっと良いものです。到着。やりま。あれは？配給所だ。少ない物資を国の管理下で分け与えているんだが、ほとんど早い者勝ちってのが実情さ。よし、今日はこれで最後だ。俺は国のために働いた兵士だぞ。優先的に配給を受け取る権利があるはずだ。なんだよその目は。子供は大人の言うことを聞いてればいいんだよ。大丈夫？なんてことするんですか、こんな小さな子に。何？なんだお前ら。レックス、余計なことに首を突っ込むなって。大人の言うことを聞けって。あんたこそ子供のために我慢しろよ。うるせえ。俺の何が分かれてんだよ。さあ、いつも通り行こう。しっかりして。滅べろ。アンカーショット。今たちならもっとやれる。やっ、やっ、もはっ、空に任せたー。僕らの目。今です。回復します。今ならじゃ待ってました。マジータのレイム。ノバ、これでリングハイロー。投げた。もそうだ。マジータ引いてる。転がれ。ナイス。私に続いて。
させたもん。決めてくれ。はよ。フレイムノバ。まあ、でも仲間ですもん。今ので終わりだと思った。まあ、ムフゼ。やっちゃって。アクアウェイブ。まあ、ムフゼ。ドラ、ハナ、続けてよらせ。やってやるもん。ポニック。ストームですもん。まあ、ムフゼ。フィニッシュ。なんて強さだ。そのコアクリスタルの色、まさか。いかんな、ありゃ仲間を呼びに行ったぞ。あんな一階の兵士まで知ってるとは、こりゃ相当ホムラの噂が広まってるな。ごめんなさい、ローブ羽織っておくべきでした。誰が広めてるですも。俺が聞いた話じゃ、どっかのノポンの豪商だって話だが。ノポンの豪商？バンダムのおじちゃん。え？お前もしかしてイオンか。見違えたぞ。コールのじいさんは元気か。そうか、あまり良くないか。バンダムさん？ああ、この子はイオン。俺の知り合いんとこの子だ。よろしくね、イオンちゃん。移動しよう。兵士が戻ってくると厄介だ。さあ、行きましょう。
この力でみ、まだまだ。